携帯電話自動車そしてメガネ我々の身の回りは人工物つまり工業製品であふれていますしかし光学の力を使っても作れないものがまだたくさん残っていますそれは生態が作り出す複雑な生態公分子そして生命そのものです生命体は40億年をかけてこの地球上に最循環型の社会を見事に築き上げています 生命体の中には近代テクノロジーをもってしてもまだ解明できない多くの知恵が蓄えられています工学は今その知恵を求めて生命科学に学び始めていますその結果工学と生命科学の境界領域に生命自体を研究する新しい工学領域生命工学が誕生しました新しい薬を作り出す工程を創薬と言います 創薬もまた生命工学の活躍の場です従来の創薬の中心は数十個の原子からなる低分子医薬品でした低分子医薬品は有機化学を用いて人間が人工的に合成することができます実は今創薬のトレンドはこの低分子医薬品からバイオ医薬品に移動しつつありますバイオ医薬品とは生態が作り出す タンパク質や核酸などの高分子ですこれらの高分子は生体のどこにどのように作用するかあらかじめ情報が分かっているためこれを薬として利用すれば副作用が少なく高い治療効果を表す薬を作ることができますしかし残念ながらこれらの高分子を人間の手で科学的に有機合成を用いて作り出すことはできません遺伝子組み換え技術を用いて生物の力 すなわち大腸菌やバイオ細胞を用いて作らなければなりませんこのためバイオ医薬品の開発製造には生物の特性を理解した上での工学技術の応用が必要になりますすなわちバイオの分かるエンジニアもしくは工学センスを持つバイオ研究者が必要ですまさに生命工学の活躍の舞台がここにありますさて我々は今 農業の時代から工業の時代を経て情報社会に突入していますこの先に待っているのは何でしょうおそらく工学が様々な領域と関係し生命をより深く理解し生命を制御しそして時には人工物で生命を置換する生命産業の時代が待ち受けていると考えられています今ものすごい勢いで発展している生命工学が皆さんの将来の活躍の舞台です